少しこちら側にも、ね、お願いします。身長で来られるとかなり大きくなるんですけども、長崎の方では170センチ、破片の数は具体的に数えたわけではないんですが、実はこの動画の付箋使用しているときに、ちょっと軽くアバウトに数えてみたところ、ほぼ1000は超えているだろうな。これはその復顔に至るまでにさまざまなその科学のプロセスを使っている仕事なんですね。その骨の発掘から始まって、それからまあ DNA の分析で誰であるということを確定する。でさらにその骨を使ってその顔を作るという、もう一連の科学のプロセスがこの全体最終的にあの形に現れているわけです。ですからさまざまなことを実は科学というのはできるんだということを示したいというのが私たち博物館の人間としてのまあ狙いではあったわけです。